新潟県十日町市の西部に位置する松台地域。里山の原風景が残るこの地域に魅せられ移住し、地域を盛り上げようと取り組む人たちがいます。日本の古民家はもう世界中で有名じゃないでしょうかね。やっぱり100年以上のものはすごく技術的にはいいものですから、それ保存するべきですね。日本の古民家に魅せられたドイツ人建築デザイナーのカールさん。平成7年から松台地域に移住し、古民家再生に取り組んでいます。やっぱり古民家はどうして住みにくいか、やっぱり昔の材料しか使ってないし、だからその骨組み山の中に打ちばらして直して、銅台と、腐ったものを直してですよね、建て直すんですよ。一度ばらして建て直した方が、ものがいいんですよね。例えば100年の建物まだ100年ぐらい持つようにするんですよね。昔の建物みんな30年のためじゃなくて、やっぱり子供のため、孫のため、ひ孫のために作ってあるから、家族の財産だったからですよね。私その場所をすごく気に入ったんですよ。非常に静かなところけど寂しくないんですよね。不便なこともあるかもしれないけど、でもそれは別にいいところの方があるからですよね。まず古民家はなるべくたくさん壊さないように助けてありたいんですよね。松台ゲストハウスお松の家っていう農家民宿をやっておりまして、気軽に泊まれる宿をやっております。新潟県小千谷市出身の松山さんは、学生時代からこの地域を訪れ、その魅力に惹かれて移住してきた一人です。もともと学生時代から大地の芸術祭っていうイベントがあるんですけども、そちらの方に何回か遊びに行ってたりとかしてまして、この地域はすごくこう面白いなというふうにやっぱり感じまして、ここに十日町市 の地域おこし協力隊として、こっちの方に来ました。もともと私の旦那が譲り受けた空き家でして、この空き家の方に前の住民の方が飼っていた猫がいてその猫と過ごしたんですけど、2人で住むにはちょっと広すぎるっていうので、なんかこう有効活用できたらやっぱりいいよねっていうので、2階の方がスペースが空いてるので、お客様が泊まりスペースにして、宿にしようっていうふうに2人でほとんど手作りで、やりました。地域の人のやっぱり人柄ですね。心がやっぱり温かいというか、あとすぐこう受け入れてくださるたりとか、あと来た当初にもうすぐに近所の人がこう野菜とかを差し入れしてくれたとか、それがやっぱりいいなというか、飢え死にしない地域なので、ここにいるだけで本当に助かりますね。もともとは棚田が好きで、もう自称棚田オタクって言ってますけども、やっぱりその棚田好きにとってはもう願ってもない立地なんですよね。そこにこの古民家があったっていうんで、もうここに住むしかないなって決めたんですよ。もともとは東京でホテル経営をしていた阿久澤さん。大好きな棚田に魅せられ移住し、その魅力を伝える里山アセットマネジメントという取り組みをしています。里山アセットマネジメントのミッションは、価値を形に、宝を力にというのがミッションです。今までは棚田の価値ってほとんど認められてなかったんですね。実は棚田っていうのがいろんな多面的な価値を持っていると、今までこう伝えきれてなかった部分を自分のような外の人間が来て、でそれをその見える形にして伝えていくと、それが価値を形にと、宝を力にというのも、やはりそういうその宝物、いろんな宝物を今度はやっぱり経済的な価値に変えてあげないと、でその地域がこう生きていく、力にしていく、それがその宝を力に、それがそのミッションですね。テレワークやワーケーションでここに来た人に、ここで仕事しながらちょっとこう
空いた時間に田んぼに入るとか、それは今度その棚田を守る側から言うと、そういう人がたくさん来てくれるとやっぱり人手が必要なんで、それはそれで非常にこう助かるんですよ。なのでまずその宿泊施設をもういくつか作って、それでさらにこう人を呼んで、まあ、交流させたいっていう、まあ、それがこれからやる。